マグノスイスイは、ノルウェー王及び、デンマーク王。聖、オーラブの諸子で、全王として知られていた。1028年から1035年の間、ノルウェーから追放されていたが、クヌーズ大王の死後、デンマークの支配に疲弊していた、ノルウェーの貴族たちに呼び戻された。また、デンマーク王、ハーデクヌーズと、一方が後継者なく指揮をした場合は、 た方がその王位を継承するという協定を結んでいたため、1042年にハーデクヌーズが死去した際、クヌーズのアネエストリズの息子、スベンを王にする声があったにもかかわらず、デンマークの王にもなった。デンマークの南方国境で大騒乱があり、1043年にマグノスが重要な勝利をリアスコブヘデで収めた。こうして彼は全王と呼ばれるようになった。 ライバルであったスベンは諦めずに、彼らの間には無数の闘争があった。事態はスベンをデンマークの伯爵にすることで解決が図られた。マグヌス前王の佐賀の一場面また、マグヌスの権力を奪い取ろうとする、叔父のハーラルともノルウェーで紛争を起こした。1046年、マグヌスは、ハーラルに権力を割上することを強いられた。1047年、スベンは、 スウェーデンをアーヌンド・ヤーコブの助けを借りて、デンマークから追い出された。スベンは十分な支持を集めることができずに、スカニアへ追われた。マグノスは1047年に落馬して死んだ。死の床で彼は、デンマークの後継者が、スベン、ノルウェーの後継者がハーラルであることを宣言した。意外はノルウェーへ運ばれ、彼の父と同じく、トロンハイムのニーダロス大聖堂に埋められた。 彼の死により、聖、オーラブの直径による王位は途絶え、それが復活したのは1280年に、マグノスの実の姉妹ブルフヒルトの子孫を母に持つ、エイリーク二世が王位を継いだ一回限りであった。マグノスは結婚しなかったが、娘、ラグンヒルがおり、ノルウェーの貴族方向にイーバルソンと結婚し、娘、スンニバを設けた。スニバの息子スンニバソンは、 デンマーク王エーリク一世の娘ラグンヒルと結婚し、二人の間の息子はデンマーク王エーリク三世となった。ありがとうございます。